楽に鍛えたいという方は今回のクモプランクがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10秒で全身鍛えることができるクモプランクを紹介します。イメージとしてはこんな感じです。このポイントとしては、腰が反れないように行うことが大切です。通常腰が反れているということは、お腹の力が緩んでいる状態なので、とにかく体幹っていうのをしっかり安定させながら、どのエクササイズもしなければいけません。その上で腰が反れていると体幹部が安定してませんから、とにかくお腹に力を入れて腰が反れないようにエクササイズをしてください。メリットとしては、体の前側に全部鍛えることができます。手の位置を変えることによって、上半身の効く部分を変えることができます。ですので、自分が効かしたい部分の手の位置にすることで、しっかりね、胸の上部や胸の下部、使う位置を変えることができます。デメリットとしては、体が持ち上がらなかったら、今回のエクササイズは、ちょっとレベルが高かったということになります。骨盤が前傾していると、腹筋の力が入ってないので、腹筋よりもね、脊柱起立筋に効いちゃってしまうんで、骨盤がね、しっかり前傾しないように、後傾させて、腰が反れないように、エクササイズを真似してください。で、応用編としてですね、今回前面だけキック分やるんですけども、背面もおまけとして、プラス10秒行っていきますので、合計20秒間ね、たったの20秒間、一緒に真似してもらえたらと思います。では、やり方を説明します。はい、クモプランクなんですけども、イメージとしては、手も足もこういう感じでキープします。ですが、手を伸ばしきってると、体ってちょっと重たいので、ちょっとだけ肘を曲げても OK です。で、足はですね、通常うつ伏せにやるエクササイズっていうのは、つま先をつけるんですけども、つま先ではなく、足の内側をつけてください。ですので、つま先は両方とも外側を向く感じになります。そうすることで、内転筋を鍛えることができます。足の内側を床につけて、足はですね、肩幅よりも少し広げてもらって、で手はですね、効かしたい部分でいいんですけども、真横、ちょっと上、ちょっと上、ちょっと上、この4点ぐらいの位置でキープしてください。この状態で体を持ち上げるんですけども、腰が反れないようにお尻を締めて、お腹を締めて10秒キープです。もしも体が持ち上がらないよっていう方は、膝をついていいです。足の内側、そして膝の内側をついて、腰が反れないように腰を丸めて、この状態で10秒キープです。床が滑らないところで行ってください。床が滑っちゃうと手がぐっと広がってしまいますから、キープが難しくなります。ですので床が滑らないところで足の内側をつけて、腰が反れちゃう方は膝をついて、体が浮かない方も膝をついて一緒に10秒間行きましょう。では行きます。頑張っていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今ので前側全体を使えたんですけども、おまけとして今度は後ろです。後ろも同じように足の側面を床につけて、で手は横じゃ体が上がりませんから、斜め後ろに手をついて、こういう感じでキープです。で、手の位置をですね、広げれば広げるほどきつくなりますから、難しい方は肩幅、できる方は手を広めにして、キープです。一緒に10秒間行っていきましょう。お腹を引っ込めて、腰が反れないように頑張っていきましょう。10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
OK。 はい、たったの20秒で一応全面使うことができました。これはめちゃくちゃ効率のいいエクササイズです。いちいち一個ずつの筋肉を使わずにキープしますから、物もいらない、場所も取らない、そういったね、クモプランク、めちゃめちゃおすすめです。やってみた方、このプランクいいよって思った方は、よかったらグッドボタン、コメント、シェアもよろしくお願いいたします。で、いろいろですね、いいコメントもらっている動画もあります。そういったコメントはですね、ちょっとコメントピックアップさせてもらって YouTube のストーリーズの方にね、上げさせてもらいますんで、今後アクションもね、よろしくお願いいたします。一応ね、全体を使うことができたんですけども、めちゃめちゃ簡単ですよね。そして筋肉っていうのは、力をね、最大限に出せる時間っていうのは7秒とかって言われてます。その7秒間のためにね、皆さんエクササイズをね、追い込んだりしてると思うんですけども、まあ、今回10秒間、7秒間より3秒長いです。ですので、めちゃめちゃね、時間的にも全力でできるぐらいのギリギリの時間の目安になってます。ですので、10秒間頑張って耐えることができれば、まあ、体がね、全身ポカポカして朝とかに行えばですね、まあ、1日代謝がアップした感じで体がテキパキ動きますんで、まあ、朝にね、やるのがおすすめですが、もちろん好きな時間のタイミングでたったの20秒間やってもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。